ハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは金曜日の夜七時になりましたねハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイムスタートございます Thank you <laughs> はいありがとうございます え本日2024年6月21日ハッピーランキーミラクルタイムは第194回を迎えております。ありがとうございます。えー、皆さんにまずはお知らせでございます。はい、そうですよね。明日6月22日、はい、えー、こちらにチケットがございます。楽天チケットですね。えー、風流フェス5.02024ということで、えー、申し込まれた方、 直接チケット入手されてますよね、はい、もしですね、チケット来てないという、もし万が一来てない方いらっしゃったら、えー、明日ですね、14時開場、横浜系アリーナですね、えー、横浜駅から徒歩で十数分、ちょっとね、遠いんですけどね、歩,歩くとね、えー、12、3分かかるようです。 14時開場、15時開演で14時30分に、えー、会員さん用のです、ねえー、入り口がありますので、えー、その会場前で,です、ね、待ち合わせをしている方が私、いらっしゃいますのでもしチケットまだ来てないよという方、ね、いらっしゃったらその14時半に、はい、その入り口前でお待ちしておりますので。 えー、私、w h グラブの東京支社長、えー、チケットですね、予、え、備、ー、でです、ね、10枚ほど多めにいただいておりますので、その場でお渡しをですね、えー、させていただく方がいらっしゃいますので、<laughs> はい2名ほどですね、えー、もし万が一チケット入手来てないよという方、ね、明日た14時半に、えー、K アリーナのです、ね、会員様用の、ね、w h グラブ会員様用の入り口前でお待ちしておりますので、えー、ぜひですね、 えー、来ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。いよいよ明日ですね、<laughs> はい、えー、出演者、ね、これ前も言いましたけど、えー、アニメフェスですからね、今回、稲葉はねる、ビアライブ、渋谷はる、白雪れいど、白、七海うらら、バーチャル、ひねひな、ぴーマルサマま、V ゴマこれ、バーチャル、後藤真希っていう意味だそうです。ブイゴマ でベクサー05の水市リリナ、えー、モコタ、メメノ、カルロ、ピノ、神楽鈴、50音順ということでですね、えー、主催株式会社クォラス、えー、広告代理店ですね、そして協賛が株式会社 V ドゥ i ングということで、はい、DD フィンテックのですね、えー、要するに、えー、所有しているですね子会社の株式会社 V d ゥ i ングが協賛と。 と、えー、いうことで入場このチケット絶対必要ですのでね無料ですけれどもはい是非、えー、皆さん会場でお会いをいたしましょうはいありがとうございますさあそれでですねえー、今日もですね皆さんにとっておきのですねお話を用意しております今月はですねあの天才科学者奇跡の天才科学者正木和美さんの ねえー、YouTube で配信されておりますもう今からですね約本当に30年ぐらい近く前のお話をですねえー、音声動画ということでお送りをしておりますが今日もその音声動画驚異のですねお話を皆さんにお送りをしたいと思いますもういきなりですねえー、っていう今日はもう話になっておりますが。 なぜ大仙人ね、正木和美さんのですねお話をお届けしているかと言いますと、ね世の中がいよいよですね真理に向かって一直線に向かっているよと、本当のことをちゃんと知りましょうねということで、今日もですね皆さんに驚異のお話の内容をお届けします。でで今日はですね正木美さんの 飲尿療法、尿療法というお話なんです。えーってね、そこのあなた、思われたと思うんですよね。スタッフさんもびっくりされてると思うんですけれども、はい、えー、まずはですね、ちょっと長いテープですので、20分ほどのやつをですね、少し途中カットしまして、13、4分にまとめてお送りをしたいと思います。はい、スタッフさん、よろしくお願いいたします。 私は別に尿法療法の専門家じゃないんですただ私の林原生物科学研究所でですね尿療法の研究をやったんですね尿療法をやりますと不思議な現象が起きる私はでも研究所に対して自分のおしこを飲むのなんか大変だから自分のおしこと同じものを人工的に作ったらどうかという研究をやったんですね私の研究所っていうのは収入には関係ないんです 毎年私の会社の社長林原社長がですね50億円ポンと研究費として使え何でもいいから自分のも研究をしなさいということで毎年50億円出してくれるんです、まあ、そんな会社おそらく日本中世界中にないと思いましたねそれで実は日本で療法をずっと若い時からやっておられる先生ね落尾先生が来られて。 中尾先生は普通の医者でありながら患者さんに尿病療法ばっかり言うもんですから普通の医者がね薬品を売って儲けますけどもお薬の収入が一切もないわけで社長が「なんとかしたあげよと言って MCL 研究所っていうのを作りましてそこへ収入がいくようにしたんですけど中尾先生のおっしゃるにはですね私が戦争中 満州国におって、もう日本の戦争を負け出した。もう何にもなくなってしまった。兵隊が次から次にバタバタと死んでいく。その時に私はふっと思い出した。日本に昔々古いなんとかいう和尚さんがおって、それが自分でおしこを飲んだと思い出した。これで自分がまずおしこを飲み、もう要するにお米を飲みも何もないですから、自分のものしか飲みないわけ それで修二生におしっこ飲めって勧めた自分がまず飲んで修二生に勧めたそしてそれ6か月ほどやった他の兵隊はみんな死んでしまったところが自分らのグループの自分のおしっこ飲んだグループだけは全員生き延びることができたというそして日本へ帰ってから自分がそういう専門のね医者だったから患者さんにおしっこ飲めと言い出したらどんどん病気が治っていく。 とということで自分が医者でありながら患者さんにはお薬与えるようにおしっこっかりのことを言うてただから自分はほとんど収入なくなってしまったということでこれで MCL 研究所というのを作ぐそういうことになさったわけですねそういうことで私の会社へ時々来られるわけです私らの方研究所ですから 一体どういうことによっておしっこがいいんだろうかという研究を始めたわけ私はその時もね最初の社長にもねおしっこの成分が皆分かってしまえば自分の飲まずにおしっこと同じものを人工的に作って売ったらいいのにって話をしたわけそれで研究所で細かく分析した分析すると初めは1000種ぐらい成分があると思ったところを調べたら 4,000種ほど成分が中に含まれてるおしこの中にね4,000種類のものを人工的に合わせることこれは不可能だからもうこんなことはせんでいいもう自分のおしこのの中にいつになってしまったわけでしたねそしてその話をしだしたら日本全国からはいえー、ここで一旦、えー、飛ばしましてえー、さらに正木和美さんの 尿療法に関するお話続けていきましょうスタッフさんよろしくお願いいたしますおしっこを飲みますと口の中に自分に何が必要かをわかる装置があるんですおしっこを飲むことによってですね体の中でそれに必要な 物質をどんどんん作るわけです,、ね、ですからそれの第一番の証明になりましたのが私らの方で開発しましたインターヘロンがそうなんです今まではインターヘロンは何百万単位で取材してたんです私らの方のインターヘロンを作るのにですね1グラム作るのに1000万円ほどかかってんです今はうんと余計作りますから600万円か500万円ですけど1グラム作るのに500万円かかるんです それをです、ね、注射1ミリグラムを注射してた1ミリグラムで言いますと何百万単位という単位ですそれをですねふっとその尿療法から気が付きまして1万分の1にし,てしたんですそれで注射はしないんです口入れるんですイン引ヒロンの絶対症として口入れるそしたら1万分の1にしてるのに効果同じなんですね口の中に 自分の中にどういうものが必要か分かる装置があるためにインターヘロンを入れることによってですねそれが瞬間に分かってそれに必要なものを体内で作るわけね私の方で合わせたそのインターヘロンによってもうあらゆる病気がですね肝臓がんなんか特にいいんですわねもう本当に治るんですそんなものを使うんで自分のおしっこ飲んだ、そんな成分全部含んでおりますんでね そのおしっこだけけけでで全部いけるわけです自分のおしっこを飲んでもいいというのは人間性が一段上がらないといけません。私は私の会社で作ったインターヘロンがんは1ヶ月半で全部消えます。ところががんは消えますけれども亡くなる日は一日も変化しない私は入院患者に何月何日に死ぬとちゃんと記録しておきます。がんが治っていいやけどピンピンしてる。でも死に際は必ず死んでしまう。一日も変化しないんですところがその人に おしっこさ尿を飲んだ人だけが寿命が1年2年3年と長持ちします。運命寿命というものは人間性が変わらなければ絶対変わらないんですがね自分がおしっこを飲むということは人間性が一段上がっておりますんで自分のものを何ぼ飲んでもお金はいりませんし安いもんですからね、まあ、できるだけ飲んだ方がいいと思います。 ずっと前私がここでお話ししましたようにね自分のおしっこを飲みなさいと言うたおしっこを飲むことによって素晴らしいことが肉体に起きるという話をしましたね私自身も今から67年前に講演の時に言うてから私が自分を飲むようになったんですほいで私は1年1回人間ドック岡山 大学でで特にやってくれるんでその人間ドックへ行っておりましてもう10年前からずっとやってくれました院長さんが特にやってくれるんですよねそれを今から私がおしっこを飲みだした5年か6年前からどんどん心臓が良くなってきたんですちょうど去年でしたかねお父さんでしたか人間ドック岡田へ行きましたら 院長さんが私の心電図を5年間をずーっと前に終えてずーっと心電図を調べておりましてどんどん心臓が良くなっている最初の心臓のこのね心電図はいつ心臓発作が起きてもいい状態だったところがどんどん良くなって今なんかも,うものすごく心臓良くなったお田題の院長さんが。 私もこれから尿療法を行いいまますとししゃいました私のところへ来られる方に尿療法を進めますと病気が不思議なほどどんどん治っておりますね。自分のもの自分のもの何にもないから飲めばいいんだなところが尿療法でどうしてよくなるかということを私はちょっと 精神的なもので調べたわけ人間性の測定をしますとですね人間が自分の人間性がもしも変化しなければ変わらなければ親はと生まれた日に自分の亡くなる日はちゃんと決まってるんですもうそれは絶対に変更できないんですよね人間性が変化しない限りはもう寿命は一定なんですだから私は人間の死ぬ日はもう全部わかる一日も来ることないですよね 自分のおしっこを飲むということはおしっこの効果というよりも自分のおしっこを飲んでもいいというその気持ちそれが人間性が一段上がるわけですね先ほど講演なさったあの方がそうですもしもおしっこを飲んでなければ、ね、死ぬ日が決まってたところが自分のおしっこを飲んでもいいという気持ちになるために人間性が一段上がった人間性が一段上がったためにね 17年間寿命が長くなったんですただおしっこ飲むということは人間性が一次元上がることであっておしっこというものに、ね、本当の力じゃない人間性が一次元上がるから運命とかね宿命全部変化しますだからこの世の中で自分ほど偉いものはない自分だけよかったらいいと思って暮らしてる人はおにゃを止めた瞬間にも死ぬへんわかるその通りに死ぬんです ところが周辺の人に幸福を与え自分ほど幸福のものはないと思って暮らしている人人間性が一次元上がりますと寿命が長くなりますそういうことによって自分さえ良かったらいいと思っている人は運命通りに行くところが自分のおしっこを飲むことによって人間性が一次元上がらないと絶対飲めないんですそれによって運命宿命全部変わるということをねそれを教わったわけなんですね はいいかがでしたでしょうか <laughs> すごいことをお話しされてましたけど待ってください皆さんわかりますえーってすごいドン引きされてる方いらっしゃるでしょ <laughs> いやいや本当ですかみたいな話なんですけれどもそもそもですねそうですそうです私たちはねこの要するに今まで育ってきた中で相当の思い込みを持ってますよね もう子どもの時から、ね、尿というのは汚いと <laughs> いうことでね、はいえー、いろいろとその,下のものというのはです、ね、子どもの時代からもう強烈に不潔なものだという刷り込みを受けております。はい、ですからまずです、ね、皆さんの,その思い込みを外していただかないといけないというんで分かっております大聖人はね。 えー、今、正木和美さんね、ね岡山大学の院長、ね、単語版をしてたよということもおっしゃっておりましたが、現代、ね、飲尿療法ということでですねこの検索をいたしますと、ちゃんとやはりね良識のあるるお医者さんんがいらっしゃるんです、えー、たくさんの、ね、お医者さんがね尿療法を進めておられるんですけれども、1、えー、つ、ですねここで皆さんにご紹介をしておきましょう。 飲料療法で、ね、検索をしますと、えー、医療法人好循環というのかな小杉中央クリニックというのが出てきます、えー、小杉中央クリニックさんのブログのですねちょっとご紹介をさせていただきましたですねれっきとした現代のですね素晴らしいお医者さんがねこういうことをですね述べられておりますので、えー、紹介をしたいと思います、えー、新時代の医療飲料の療法 えー、飲尿療法についてということで尿は血液から腎臓で体内の不要物や老廃物を、ね、ろ過したものであり尿は汚いというイメージがあるが血液と同じで綺麗である血液と一緒なんですね尿ってね実はね尿には4,000種類以上の物質が含まれていますが完全に無菌です これね先ほど正木さんもで、ね、4000種類以上の成分があるとおっしゃってましたよねだからこのね小杉中央クリニックさんの院長ですねひょっとしたら正木さんのお話聞かれてるのかもしれないですねまた実は血液をあ血栓を溶かすウロキナーゼ注射薬や皮膚の乾燥を防ぐウレパール軟膏も尿からできています ですから尿は決して汚いものではありません。尿の中には老廃物だけではなく、ホルモンや病気の抗体などが含まれています。尿は95%が水、2%が尿素、残りがミネラル、塩、ホルモン、酵素でできています。中に4000種類以上の物質が含まれていて、完全に無菌です。そして尿療法は安全・安価。 ね、もちろんそうですよねただですよねね、えー、そして簡単万能ですねということをおっしゃっております飲尿により便通をスムーズにすることにより腸内環境を良くしますアトピー性皮膚炎が尿療法により完全に改善することの一つに宿便を減らし腸内環境を良くすることが 挙げられます現代の病気の8割以上は腸内環境の悪化が関与していると思われますので尿療法は多くの病気を警戒さささせせたり治癒させますさらに a i ズやがんアトスピー性皮膚炎湿疹などの各種アレルギー疾患クローン病多敏性腸疾患などの消化器系疾患うつ病自閉症統合失調症など精神的な、ね、ものにも効くという多くの病気に効果的ですと。 そしてちょっと中飛ばしますけど最後にこういう風に紹介をされておりますさて飲尿方法ですがまずは微量の飲尿をされてくださいと微量飲尿は早朝の尿をカップに入れてそれを捨てるカップの壁に微量な尿がついていてそこに水を入れて薄めるそれを飲みますと1日1回早朝の尿だけですとほぼ水ですが微量成分が増幅して ホメオパシーと言います。ホメオパシーという両方で作用します。これだけでも顔の皮膚がこまやかになり、つるつるになります。慣れたら全尿、尿そのままを1回50ミリリットルぐらい、朝は必ず飲んでください。飲んでくださいと。もっと慣れてきたら無理しない程度に、朝の尿200ミリから300ミリ、その他2、3回飲んでいただくといいでしょうと。 早朝第1尿は各種抗体やホルモンがたくさん混ざっていますのでたくさん飲んだ方が効果的ですそれを再び飲むことで体は病気に対する抵抗力を持つのですなお多くのがんから奇跡的に生還した患者当院、ね、でもたくさんの方が飲尿をしていますそしてがん患者は1日、ね、多量の飲尿量、えー、で生還されています ささて皆さん無料で簡単な尿療法です何で尿療法がもっと研究されないかというと製薬会社が儲からないためですみんなが尿療法して健康になれば製薬会社やアトピー専門の病院など医院などは困ってしまいますよねということで武蔵小杉駅北口徒歩1分の小杉中央クリニックです 生活習慣病や風邪などではなくても胃が痛いとかストレスがあるとかうつみたいな症状があるとか精神科に行くほどではないにしても体に気になる症状のある方は気軽にご相談くださいと皆様のお役に立てるかかりつけ,をかかりつけ医を目指していますということで小杉中央クリニック院長布施住郎さんっていうのかな素晴らしいですねはい。 お医者さんが儲からないことをね堂々とねこうやってね発表されてるということこれが何よりもですね尿療法の効果を示しておりますねそれで先ほどね松崎さんおっしゃってましたよね人間性が上がらないとね おしっっこ飲めないよって、そ,りゃそうですよ、ね、はい私たちの思い込みね尿というのは汚いものだという抵抗がありますのでこれね相当ハードル高いですよねはいでもそのハードルをクリアして、ね、先ほどもねさきさんもおっしゃってましたよねインターフェロンというねがんの特効薬をですね林原ね研究所ね えー、発明、発見されて、販売されてるんですね。はいそれはですね、微量の1万分の1に薄めても同じように効くということは分かったので、尿もですね、薄めて飲めばいいんだよということをおっしゃってたわけですけど、ね、この小杉中央クリニックの不正院長もおっしゃっておりますね。まず最初、朝一の尿をですね、全部捨てて、ね、コップに残っている微量を薄めて水で飲めばいいよって、最初はね、抵抗があるからということです。はい えで慣れてくればですねだん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 そう慣れてくるんですよあれ意外と自分のおしっこいけるねって <laughs> 言うねはいえー、ふうに慣れてきますじゃあじゃあじゃあ大仙人はどうなのってそこのあなたね思ってるでしょはいそうなんですよ えー、内戦にはですね正木さんのこのお話もう前からお話しされたのを知ってたんですけども、はい、実際に私実行したのは今から12年前、えー、12年前13年前ですね2011年あの阪神あ東日本大震災の後にあに初めてですね私名古屋の。 えー、スピリチュアルの仲間でもあったですね、えー、長井和尚というですねスピリチュアルの仲間とコラボ公演をしたときに、長井和尚がそのセミナーで飲料療法をお勧めされてて、もちろん私も飲んでますよ、大仙人はと言われてあ、私も飲みますと、<laughs> はい、えー、今から13年前ですね、そこからね3年ぐらいは、はい、実行をいたしました。はい 何がすごいかと言いますとね、やっぱ若返りますよ、ね、大仙人はね、自称30歳ということでね、毎年毎年ね、今年も、えー、30歳の誕生日を3月に,に迎え、8日に迎えましたと言ってましたけどね、はい、それは本当にですね、3年間、飲尿、ね、尿、えー、療法ですね、えー、本当にこれやるとですね、まず一番びっくりしたのが、抵抗力がものすごくつくようです。 はいですから、あの風邪ひかなくなっちゃったんですね。ですから、このね4年前からのあのね感染症の騒ぎがありましたけども、えー、何も気にせずにですね私は過ごし自分の抵抗力に自信があったので、ですね、えー、何も気にせずに過ごしておりました。そして今回ののですねこのねこ 鳥小屋アズリ FM で、まさきさんの、ね、お話を皆さんにご紹介するにあたって、もう一度このお話聞きましたのでね、あ、そっか、そっかと。ねですから、えー、10年ほど前に辞めておりましたけども、えー、4月の中旬かな、えー、今年の4月中旬からまた再開をしているわけなんです。大仙人はもちろんですね、ストレート。はい えー、薄めずにですね、えー、ストレート、ねえー、飲んでおりますよということなんですね。そして、正木さんおっしゃっておりましたよね。はい、人間性がこれね、この、ね、に自分の思考を飲むということの、ね、このハードルを本当にクリアすると、人間性が一段、完全に上がるので、寿命が伸びる、それから運命が変わる。ね えー、全く変わってしまうというふうにおっしゃっておりましたよね。はい、これですねですからですねずっとご紹介している中で大勢には皆さんにお話してますよね。脳波シーター波に下がるとね、えー、ご自身のですね本当に人間性が変わってねそして自分のですね運命とか。 ね、思う通りのですねそういったものを引き寄せていくよということをですね、正崎さんのお話をですね過去3回にもわたってですね紹介をさせていただきましたけども、今日もですから、結局ですね、はい単に皆さんの病気がね自分の体調の不良、ね、不良なところが良くなるとか、病気が改善するとかね、えー、若返っていくよというにとどまらずですね、 これね完全にですねまあ皆さん試していただいたら分かりますはい自分という意識が本当になくなってね自分という意識がなくなってそしてね抵抗なく飲めるようになった時はですね脳波がシーター波に下がっておりますよということなんですはいですからねその時毎毎回毎回毎朝1回でもですねそうやって皆さんの ね、脳波の状態が陰尿療法をすることによって下がればですね、はい、その状態に自動的に皆さんは、ね、陰尿療法をすることによって人間性が変わりますので一段ね二段階も三段階もステップアップしていきますのでですね非常に皆さんの人生に良いね良いものをもたらしていくということを今日 正木美さんがおっっしゃってたわけですはいそしてもちろん正木さんはねえー、講演会でですね全国の方にこれを勧めておられましてですねなんと賛同者が1990年代あの先ほどのお話は1990そらく5年ぐらいにね、えー、されてたお話だったと思います。ちょうど今から29年ぐらい前のお話だと思うんですが。 はい、えー、その時におっしゃってたのはですね、えー、この尿を飲むというです、ね、ことをどん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 全国で広まっていってですねはいなんと日本全国で200万人ぐらいの方が実行しているというふうにおっしゃっておりますはいで私もですねもちろんはい、えー、先ほど言いましたように13年前、えー、ですね えー、名古屋の長井和尚からのですね、えー、強烈な進めによってですね初めて私もね実施をしたわけですけれどもその時に長井和尚がおっしゃってたのはですね、はいえー、その要はですね飲料療法をですね、えー、実際に進める会というのが日本全国北は北海道から南はおこ、ね、沖縄まで、えー、およそですね、えー、やっぱり二百数十万人いらっしゃると。 いうふうに同じようにおっしゃっておられました。はい、まあでもね考えてみればね日本の人口1億2,000万人今日ですからねそのうちの200万人としますとどうでしょう2%ぐらいかな、はい。ですからまだまだですねこれ非常識なね話に聞こえると思いますけれども何度も言いますけれども世の中いよいよですね本当の真理のね お話こういうものがですね本当に広まっていってほしいというふうに大善人は願っておりますしね、えー、皆さんのですね本当にね健康あってのですね皆さんのね人生の生活です。健康をまず柱を確立してそしてその上でですねご自身の人生が本当にですね良きものに変わっていくハッピーなものに変わっていく。 奇跡な奇跡的なことがいっぱい起こってくるよ。ね。そういった風になれば言うことなしですよね。はい。ですから、大仙人のこの今日のね、お話。まあ、皆さん一回ね、えー、清水の舞台から飛び降りるつもりで、<laughs> ね。 あの薄めて飲めばいいと思いますよ。はい、本当にね。紙コップかなんかに取っていただいて、そのまま飲める方はぜひチャレンジしてみてください。はい。えー、ね。えー、でもちょっと、んーって思われる方はですね、はい、紙コップに取ってですね、それを一回捨てて、で、そこにですね、水を入れてですね、一回ね、飲んでみてください。はい。えー、本当にですね、これ一回やりますとですね、はい、実は、 びっくりしますすごくね体調がね急,急にね反応しますからねはいすごく良くなりますはいこれね実感しますからまあね、えー、まあまあ大仙人のお話騙されたと思ってねトライされてみてください世紀の大科学者正木和美さんが約30年前からおすすめになっていた飲尿療法 はい、素晴らしい効果をぜひ実感していただきたいというね皆さんに紹介をさせていただきましたあとは実行終わるのみですよ <laughs> 皆さんねはい、まあはいえー、まあまあまあね、はいえー、実行できなくてもですねなんとかチャレンジをしていこうという気持ちがね非常に大事だと思いますんでまずはご自身のね この頭の中にそうかそういうこともあるんだなというふうに思っていただいたら今日のお話はまずは一歩前進かなというふうに思いますえそして今後ともですね皆さんにはこの飲料療法に限らずですね本当の意味でのですね本当の真実のね医学的なね療法っていっぱいあります実はねはい今後とも皆さんにお届けをしていきますのでねはい えー、皆さんあっと驚くねお話これからも続きますのでですね「鳥越アズリ FM ハッピーラッキーミラクル大仙人のお話お聞,きのがお聞き逃しなく」ということでよろしくお願いしたいと思いますはいスタッフさんありがとうございますそれではえホームページの紹介の方参りましょう リッチウェリッシュクラブのリッチャンドウェリッシュ東州塾の方でございますはいまあぶっ飛んだ話でね今日ね飲尿療法おしっこ行飲むなんていうことでねえー、って思われた方ねはいはいはい大丈夫なんですよはいあのまずはですね、えー、常識的なところでいきますとねはい皆さんのですねこのですねまあいわゆるね今自分自身のですねこのね 金運といいますかねお金の運はいこれもですねですからですねやっぱりね皆さんの人間性これに比例しております金運の大きさというやつですねはいこれをですね私口酸っぱく言ってるわけですよねつまりどういうことかと言いますとねお金というものもですね皆さんの精神状態の 人間性のエネルギーに比例しているんですよということなんですねはい。自分だけが儲かればいいとかねやっぱりね自分だけがあってどうしてもね人間というのは一人で生きているという意識がありましてそして自分のこのね体が資本でですね、えー、食べていかなきゃいけないというそのね 部分の中にどうしてもですね人間というのは働いていってねそして、お金を稼がなきゃいけないというやっぱり思い込みを持ってますよねそしてその思い込みの中にですねいやできたら楽をしてですね何度かこうお金を増やす方法ないかなみたいなねそういう意識がやっぱりありますよね誰にでもこれはありますよということです。はい ですからもちろんこれね投資というのもですねそういうい結構、ですね元でをね元を、えー、皆さんのお金の元手をですね、えー、割とこう簡単にですねうまくいけばですね増やしていけるんじゃないのなんていうのが株式投資なわけですよねでも、株式投資に勝つ人って結局のところもうこれはですねはっきり言うと結論が決まっているわけなんですね。 はい、すなわちどういうことかというと、ねえー、正木さんがずっとおっしゃっているように、ねえー、欲を欠いてですね欲望が先に出て、ですね自分だけが儲かればいいなんていう人は、ですね脳波、ノウハウベータ波ですから <laughs>、はいえー、そういう人は絶対にいい結果が出ないと、まあ、もちろん投資というお話ではなくて、です、ねえー、正木さんのお話、まあ、いっぱいある動画の中でいろんなお話されてますけどね。 えー、やっぱりですねそういうですね人間性というのが人間は上がってこないとですね、はいえー、結果的にはですね、えー、人を喜ばせるというその自分の人生のですね結果がやってこないよとすなわち私たちはね、えー、なぜお金を増やしたいのかというと自分ももちろん幸せになりたいし ね、そして、それを通じてですね皆さんは大事な家族ですとかね家庭の中の家族とか、ね、友人、知人とかねそういった人たちを喜ばせていくね、えー、会社の同僚、先輩ね、えー、そういった社長ね、えー、そういった関係者の方にですね喜んでいただくと。 いうことのために仕事をしているわけですからね、そうするとその発想というのは、ですね人間性が上がっていかないと、ですねなかなかそういう発想になっていかないですよね、はいどうしても、ですね、えー、その要するに不平不満というような部分に、ですね、えー、要するに稼ぎが少ないから、ですね会社に対して不平不満を言ったりとかね、えー、そういったレベルですとなかなかこれね難しいんですね。はい ですから私はですね第二千人はですね皆さんにこの投資をなぜ進めているかと言いますとですねはいそうなんです精神的な部分で第二千人ファミリーの中でですねそこの部分でちゃんとねそこの部分にですね人間性の部分で第二千人についていけば何かあるなって <laughs> 思っていただいたらいいわけですねはいそこがわかるかどうかというのはですねはい これ入ってみないとわかんないんですねはい、えー、私は池山先生の駅の結果からですねそのね投資情報をいただいておりましてそこの部分もですね、えー、やっぱりね実際にねちゃんと結果が出るようなですね、えー、銘柄をですね紹介できる形になっているわけでございますイッチウェルシ投資塾の方の参加お待ちしております はいえー、そしてもう1個のですね、えー、一般社団法人国際慰霊支社移協会の方アンバサダー養成講座でございますはい、えー、明日6月22日風流フェスそして6月実は23日日曜日 DD フィンテックのですね神谷会長のですねセミナーがですね、はい えー、お台場の、ね、グランド日光ホテルで10時から13時3時間にわたって繰り広げられまして大事な社長 WC グラブの社長ですのでそちらに出席をしますのでもうすでに LINE ではです、ね、お知らせをしましたけどもアンバサダー養成講座13時スタートを江戸川橋オフィス14時スタート14時スタートですね14時18時に変更しております。 入門編初級編再受講の方は1万円初めての方は4万4400円で実地をしておりますので参加お待ちしておりますはいスタッフさんありがとうございましたはいえー、それではですねあと残り時間いつものように後半はですね中村天風さんもう一人の私の心の死中村天風さんの 1> 1日1話から時間の許す限り今日もね珠玉のパワーワードを皆さんにお送りしたいと思いますまず今日は6月21日ですので6月21日のはいえ1日1話のお話から紹介していきましょう6月21日「人間の大使命」。 人間はこのように、えー、病気になるために生まれてきたのでもなければまた苦労をするために生まれてきたのでもない否、もっと重大な使命を遂行するために生まれてきたのであるその大使命とは何かというと宇宙の原理原則に順応してこの世の中の進化と向上と 現実化することに努力するということであるすなわち人間はこういう尊い大使命を遂行するために現象界に生まれてきたものなのであるすごいですね素晴らしいですさあそして前回からの続き参りましょう前回からの続きは 3月16日です睡眠は精力復活の恵み特に寝る前は心痛凹の反問悲観というような仮初めにも心を暗くするがごとき消極的な思考は断然心に抱いてしまわぬよう努めて習慣づけなければならない。 要するに睡眠という自然の与えてくれた勢力復活の恵まれの時に本当に親しむのには落ち着いた楽々とのんびりとした気分が最も大事なのである3月17日自分は変わらない男は少年時代娘さんたちは少,年、えー、少女時代そして赤ん坊時代その自分に 自分というものを考えた自己意識と今日ただいま自分を考えている自己意識と比較してじっと考えてみなすぐに分かることは知識や肉体の発達がまことに別人のごとくにも感じられはするけれども今一歩深く突き進んで自分というものを本質的に考えると自分というものはどこででも 変わってはいません変わったのはあなた方の心や体だけじゃないか3月18日臨機応変世の中を見てみるにその日々の生活を行う際力の使い方を考えていないため力を働かさずに力のみ入れるという力の無駄遣いをしている傾向がある県の極意は 変化に処する以外にはいたずらに力を入れることであるこれが臨機応変の要である人生生活を完成する命の力の使い方もまたこれ以外にない3月1 9日進化と向上人生というものは健康や運命と戦う世界ではない健康難や運命難を超越する 進化と向上という宇宙本来の目的に順応することをその全生命の使命とすべき貴重な世界なのであるはいありがとうございますいいですね人ねいやでもよかった今大丈夫ですよ3月20日適をも味方にする天風堂でいういわゆる絶,極絶対的な積極心が あらゆる敵をも要は即座に味方にしえたというこれが心の力の実際的な証拠であります心の力が勝れば敵をも味方にすることができるんですましてや言わんや敵もない時代あっ敵ましてや言わんや戦いもない現代私はいつも言うでしょう憎い人があるはずがないあなた方が何か憎らしいことを考えているだけだよと 凡人は敵対し優れた人は和合する喧嘩をすることより仲良くすることをまず考えなきゃだめですよ3月21日大上心大常心大きく定める心って書いてますね大上心というのはどんな時どんなことにもいささかも動揺せぬ心言い換えるといかなる場合にも応じず恐れず急がず,急がず焦らず いつも淡々として極めて落ち着いている心であるこれをもっと適切な状態で言えば何事もない時の心と同様の心の状態であるあの古い句で有名な「湯上がりの気持ちを欲しやつな日頃」というのがこの心持ちを最も真実に敬意を表現している。 要するに何事もない時の平成の心こそ大乗の心なりということである3月22日無意注意と有意注意注意というものには1無意注意と2有意注意という2つの区別がある第一の無意注意とは特に意識を用いて注意を振り向けようとしないでも自然的に 注意の注がれる心的状態のことなのである第2の優位注意というのはこれと全く反対なのですなわち特に意識を用いて事故の特定した事物に向かって注意を振り向けるという言い換えると能動的の注意状態を言うのである我々の訓練を現実に必要とするのは第2の優位注意なのである 3月23日、感謝への振り返病があろうが、運命が悪くなろうが、それを感謝と喜びに振り返ることです。そもそも病とか不運とかいうものの原因を考えてください。何者にも、えー、何にも自分に落ち度がなくして、病や不運が来るはずないのであります。つまり原因あっての結果、ですからお前の生き方に誤りがあるぞと。 自覚を促すために病なり不運なりが与えられるとしたらこれは大きな恵みですわそれを考えたら恨みどころか感謝に振り返喜びで誤りを是正する方へと自分の心を積極的に振り向けることが一番必要でしょう3月24日心や肉体が事故ではない 心や肉体が人間ににに対ししててどんな関係にあるかつ,について説明しよう心や肉体は人間そのもののように見えるが実はそうではなく人間がこのように生きるに必要ないろいろな方便を行うための道具という関係なのである哲学的に言えば心や肉体は人間の個体生命の生存と生活と確保 存続させるのに必要な不可分的生命付属物なのである故に心や肉体は人イコール自己ではなくましてそれが人イコール自己の本体ではないのである3月25日「心の使い,使い方の上手な人」トーマス・カーライルは心の使い方の上手な人はあたかも百獣の王のライオンのごとしという。 ライオンは事なき時は黙々として悠々自弱たるも断れば直ちに弱気し変,変,変化に応じ気に処しあるいは疾風あるいは悠々え緩急極めて鮮やかに出所進退するそして事をやめばまた静かなること山のごとしとあるこのように人生を生きてこそ人生を真に 草原に堂々と暮らせる人となりうるのは必要でまた我々の志す実践の点もこの点にある3月26日低級欲求,心の排除欲求心には低級なものと高級なものとの2つの区別があるそして人生に悪い影響を与える低級欲求心は断然排泄,排泄すべきだが本能心が整理されていないと非常な困難を伴う。 低級欲求心は発動させまいと思ってもなお必要に発動してくるそこで無理やりにその欲求活動を抑制しないでより一段高い高級欲求心を応用すなわち向上欲とか改造欲とかまた趣味欲のような高級欲求心を応用するのである。 3月27日思考の客観的批判とにかくお互いに真理に沿って互い正しい向上への人生を建設しようとする者は自己の心の行う思考状態の客観的批判を切な切な実行するくらいの余裕を心に持たして生きるのが本当に生活を味わいうる貴重な人生心理だと悟らなければならないそしてその余裕を現実に心に作ることを 常日頃の心がけとすべきであるはい本日の最後の1日句です3月28日石も磨けば弾となる知ることは賢さを増すことであるしかし正しく考えることは一層心を磨くことになるさらに行動することによって自らを正しく救うことになる玉磨かざれば光なしと同時に石も磨けば弾となることありまた玉にならないまでも磨かぬ玉よりは はるかによくなることは必要である。はい。というわけで、今週のハッピーラッキーミラクルタイムはこの辺でお時間でございます。また来週お会いいたしましょう。Thank you!